戦の前に確認しておく。三成を撃つ決意に変わりはないか。ああ、頭でっかちはぶん殴んなきゃ目を覚まさねえ。だから先陣は任せてくれ。家康にもそう伝えろ。あ、でもよ、俺バカだからうまく言えねえけどよ、なんかまだもやっとしてんだよ頭。俺たちはずっと一緒だった。ガキン頃俺は三成を佐吉、奴は俺を市松って呼んだよ。なんでんな奴と戦わなきゃなんだよ。てめえだって義継撃てんのかって聞かれたら。俺は家康様を信じ、家康様の目指す夢を信じている。だから余計なことを考えず戦うだけだ。てめえも清正も三成も何意地張ってんだよ。何我慢してんだよ。大人だからか。俺バカだけどよ、てめえら大概じゃねえ。すみません、あの、私わかります、その気持ち。私もその昔戦ったんです、友達と。太平のためには仕方ない、そう自分に言い聞かせて。そうしないと悲しみに潰されそうで、差し出がましくてすみません。あの、辛いようでしたら先陣は私が。気遣いありがとうよ。でも三成だけは俺が殴らねえとダメなんだ。マジで喧嘩してマジで泣かしゃ、きっと全部元通りになる。なるに決まってんだよ。